2018年7月27日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第4戦8話。だ、大丈夫だって。だから大丈夫だって。小学生の頃、ばあちゃん夫婦に連れられて福岡県の篠栗を遍路に連れて行かれた。一日で何十か所ものお寺を巡るのは小学生の俺には退屈だった。初日の晩はあるお寺に泊まった。その日は蒸し暑く、俺は、なかなか眠りにつけなかった。布団の中で悶々としていると、参ったなぁ参ったなぁという低い声が聞こえてきた。俺は、おじいちゃん。と呼びかけて、じいちゃんの方を見てみたがじいちゃんはいびきをかいて熟睡、ばあちゃんも同じだった。俺は、怖くなって布団の中に潜り込み、必死で耐えた。するとその声はだんだん大きくなった。じいちゃんのいびきとミックスされ俺は、パニクった。泣きながらばあちゃんを無理やり起こして事情を伝えた。俺は、汗でびしょびしょだった。ばあちゃんは俺に優しく、大丈夫だよ。と言ってくれたが俺は、怖くてたまらんかった。翌朝、6時頃から住職の説教が始まったのでそれに参加させられた。俺は、坊さんにその夜にあったことを話した。すると坊さんは一瞬、目をそらしこう言った。大丈夫、子供には悪さしないから。一体何だったのか。ネットで見つけた怖い話。第4戦9話、コンコンヘルメット。小学生の時かな、学校帰りに工事現場があった。何かの建物を壊してるっぽいのだけど、本当のところはよく覚えていない。で、いつも道沿いの塀の上にヘルメットが並んで置いてあったんだ。数は20個ぐらいかな。何でも面白がってしまう悪ガキだった私は、端から棒で叩いて帰るのが日課だった。コン、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 いつものように軽く小走りになりながら叩いていく。コン、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 あれ、いつもと違う音が混じってたな。その時は気にせずそのまま帰った。次の日、またその次の日も同じように叩いていくと。コン、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 やっぱり同じところで違う音がする。なんでこれだけ違う音なんだろう?とそのヘルメットの前で立ち止まった。何の変哲もないただの黄色いヘルメットだ。なんだ?なんだ?私は、持っていた棒でガンガン叩いてみた。すると、ヘルメットの下から、どろりと黒い液体が流れ落ちてきた。ものすごい匂いとともに、一緒にいた友達と動くこともできずに見ていると、ひときわ黒い塊が落ちてきた。それは髪の毛の塊だった。本当に怖い目に遭うと声が出ないものだ。無言で皆バラバラと家へ走った。走っている最中にサイレンの音を聞いたような気がしたが、その後の記憶は、はっきりしない。ネットで見つけた怖い話。第4戦10話、買取名人。僕が小学生の頃、沖縄に住んでいた時に実際にあった話。夏休みに家族と親戚とで一緒に、海水浴に行くことになった。そこは、地元の人しか来ない小さい浜辺で、僕ら以外は泳ぎに来ている人はいなかった。僕は、水中メガネとシュノーケルをつけて、泳ぎながら海底の様子を眺めてた。しばらくそうやって海底を眺めていると、小さな石の上に大きな貝が乗っているのを見つけた。その貝と同じ形をしたものを父親が棚に飾ってあったことを思い出し、貝を持っていけば父親も驚くだろうと思い、その貝を取ることにした。貝は少し深いところにあったため少し潜って取らなければならなかった。息を止めて、勢いよく潜っていってあともう少しで貝に手が届くというところで、嫌なものを見てしまい取るのをやめた。僕は、泣き叫びながら、急いで海岸に上がり、両親にそのことを話したけれど、見間違えただけだろう、と言ってまともに聞いてもらえなかった。
僕が見たその貝は小さい石のようなものの上にポツンと乗っていたのだが、その石には二つの穴が並んで開いていて、口の部分は砂に埋もれていたけれど、その姿、形からはっきりと、人の頭蓋骨だとわかった。一緒に来ていた年上の下席の子は、僕の話がもし本当なら面白いと思ったらしく、しばらく僕が潜っていたあたりを調べていたが、その頭蓋骨も貝も結局見つけられなかった。ネットで見つけた怖い話。第4011話、父の正体。父は世間的にはごく普通の会社員ですが、実は変質者で、変わった趣味がありました。収集癖です。よくゴミ捨て場から古雑誌を拾ってきたり、工事現場から、何の役に立つのかわからない壊れた家具を拾ってきたりしていました。古い農家を改造した我が家には屋根裏部屋があり、父はそこにガラクタを持ち込んでいました。そこは父以外の誰も入ってはいけない秘密の場所でした。私が高校2年の時、父が交通事故で入院しました。この絶好のチャンスに、好奇心いっぱいで、私がその屋根裏部屋に忍び込みました。想像していたよりは綺麗でした。ガラクタの横に漫画や古雑誌が整然と積んでありました。ほとんどがエロ雑誌で、半分くらいは幼児性愛を扱ったものでした。そのうちの一冊に見覚えのある便箋沢さんでありました。よく見ると、私が数ヶ月前に彼氏に書いたラブレターの書き損ないでした。破ってゴミ箱に捨てたものを丁寧につなぎ合わせてありました。他にも私の部屋のゴミ箱から持ってきたものがいくつかありました。私の部屋の天井に行ってみると、明らかな覗き穴がありました。考えてみると父から私への性的興味の兆候は以前からたくさんありました。私は、体の震えが止まらなくなりました。だけど清和の母には何も言えません。自分の貯金を下ろして敷金にし、すぐにアパートを借り、父が退院する前に家を出ました。4年間、過食症とアルコール乱用のため治療を受けましたが、この秘密は思い出さないようにしていました。ネットで見つけた怖い話。第4012話、グフ、だ、だが、お前も連れて行く。自分が本当に体験した話があります。というか何度も不思議な体験してます。まず一つ、自分が中学3年の頃の話なんですが、自分中学の時結構素行が悪くて、家族に迷惑をちょくちょくかけてたんですよ。ある塾の帰りに、夜10時頃、家の近くの環状線の信号で青だから渡ろうとしたんです。なのに急に横から車が飛び出てきて惹かれそうになったんです。俺は、危ねえなって思いながら家にたどり着いてこのことを話そうとしたら、お母さんから親戚のおばあちゃんが亡くなったって言ってきました。そのおばあちゃんは俺に名前をつけてくれた人でした。ええって思いながらさっき車に惹かれかけたことを話しました。そしたら親戚のおばあちゃんが連れて行こうとしたんじゃない?って言われたので、なあほなって思いながらその夜寝ようとしたら、部屋の引き戸あたりがやたら白いようなもやもやがあって、なんだろうと思ってじっと見てたら老婆の顔が急に俺の顔に向かって飛び込んできました。俺親戚のおばあちゃんの顔、もうあんまり覚えてなかったけど。俺のことが心配で、天国に行く前に見に来てくれたんでしょうか。それ以来、あんま家族に迷惑かけないようにしようと思いました。でも一つだけ気がかりなことがあるんです。車に轢かれそうになった時、ちらっと俺車覗いたんですけど、マジで人誰も乗ってなかった。これ本当ですよ。他にもいろいろ不思議な体験してます。今22歳ですが至って普通に現在を過ごしています。最近はもう全然不思議な体験はなくなったんですが今考えたら、俺他の人よりずっといろんな経験してるんだなって思いました。ネットで見つけた怖い話。第4013話、無茶ぶり坊さん。
俺小学校の頃いろいろ病気してて、そしたらなんか、近所にすごく偉いお坊さんがいたんだよね。もう死んじゃったけど、すごく有名な人だったらしい。その人がうちに来てくれて、庭に生えてるクスノキだったかな。うちには庭に木が結構生えてるんだけど、その木だけなんか不思議な感じしてたんだよな。それ見たお坊さんが、ここに友人が住み着いてるって言うんだよね。だからそれを払いして切ったら、それ以来あんま病気起こらなくなった。あとうちで飼ってた三毛猫をその人が捨てなさいって言うし、わら。なんでも不幸を呼ぶ猫だったらしい。まあ猫アレルギーの俺としては、確かにその猫のせいで、何度喘息で死にかけたか、わら。さすがに猫を捨てるのは嫌なんでちゃんと展示を全うさせました。ネットで見つけた怖い話。第4014話、ピンポンダッシュ。俺が、ある蒸し暑い夏の夕暮れ時、私は、2階で昼寝をしていた。すると、ピンポーン、ピンポーン。誰か来たようだ。私以外、家には誰もいないし、面倒くさいので無視して寝ていた。ピンポーン、ピンポーン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 。それから、しばらく一定のリズムをつけつつ、鳴り続けるチャイム。なんだよ、しつこいなぁ。一体誰が来たんだ？2階の私の部屋から玄関をそっと見ると、白っぽい服を着た女の人が小さな女の子を連れてチャイムをずっと押している。宗教の勧誘か何かか、全くもうしょうがないなぁ。とりあえず出て断るか、と思い、下に降りて玄関を開けると誰もいない。なんだよ、もう行ったのか、せっかく出てやったのに。もう一回寝ようと再び2階の自分の部屋で横になった。すると、ピンポーン、ピンポーン。また鳴った。窓から見ると、またあの親子だ。なんなんだ一体。私は、もう完全に頭に来てしまい、半分切れ気味で下へ駆け下りた。その間もずっと一定のリズムで鳴り続けるチャイム。玄関のドアをバンと開けて、怒鳴りつけようとして。誰もいない、開ける直前まで確かになっていたのに。隠れる場所なんてどこにもないし、どんなに足が速くても、一本道の突き当たりにある家から見えなくなるはずがない。しばらくポカーンとその場で立っていると。ピンポーン、ピンポーン、目の前のインターホンに誰もいないのにチャイムが鳴り響いた。私は、ダッシュで家に入り、家中の窓のカーテンをして鍵を閉め、布団に入って震え続けた。それからしばらくチャイムは鳴り続けた。もう一回窓から玄関を見下ろすことはどうしてもできなかった。ネットで見つけた怖い話。第4015話、聞きたい？これは十数年前の話だが、未だに人に話すと体調が悪くなる。当時、高校生だった俺は夏休みを利用して田舎から東京へ旅行することになった。ちょうど EX エスポなんとかって博覧会が筑波で開催されたりして楽しい余暇を過ごした俺は、予定より一つ遅れた飛行機に乗って無事に田舎に帰ったのだが、ニュースを見て驚いた。初めに予定した飛行機が落ちたらしい。ああ、よかったねー。助かったよ。危なかったなー。その時はそれで済んだがそれから一週間後、あの悪名高い写真週刊誌 F と FD がこぞって事故現場の写真を掲載した。あの頃の俺は、まだ社会的に未成熟で、部活の帰りにそれらを手に取り、そして、笑った。そしてその夜、俺は浅い夢の中で今日あの雑誌を手にした、コンビニにいた。友達数人と下品な声で笑い合ってる。げははは、ひでえなぁ。これ、真っ黒焦げじゃん。ほんとひでえなぁ。ゲラゲラ。ひどいでしょう？いつの間にか俺の隣に夏なのに帽子を深くかぶり、長いコートを着た男が立っていた。そして俺にかの泣くような声で話しかけてきた。ひどいでしょう？はぁ、そうですね。なんだこいつ？まあいいや、おいおい。この写真もひどいぜ。あはははは。
ひどいでしょう？え？またお前？何？ああ、はいはい、ひどいですよねー。なんだよ、慣れ慣れしいなー。おい、こっちの雑誌もすげーよ。なんだこりゃあわーボロボロあはははは。ひどいでしょう。なんだよしつこいなー。振り向いた俺に帽子とコートがわらりと落ちて、男の顔が飛び込んできた。ひどいでしょう。うわあ。そこにいたのは紛れもなく写真週刊誌の黒焦げ毛の男だった。恐怖のあまりへたれ込む俺の耳元で確かめるように彼はもう一度聞いてきた。ひどいでしょう？は。と目が覚めたが、体が動かない。金縛りだ。時間は夜中の2時、3時頃か。うわぁ嫌だなぁ。変な夢見たあげく、金縛りかよ。でも夢でよかったよ。ああ怖かったなぁ。でもこの金縛りどうしよう。心霊現象には多少の慣れもあってその時俺は比較的冷静だった。そう？部屋の隅の気配に気づくまでは、おやーのんきな俺は筋力で金縛りをなんとかしようと奮戦してみたがやっぱり動かない。そのうち暗闇に目が慣れてきた。あれ？天井の左隅に何かいる。なんだ？黒い塊がうごめいてるぞ。目が悪くメガネは枕元にあるが、体が動かない。目に力を入れてもう一度、天井を見る。なんだろう？あれは、もしかしてその時聞き覚えのある声が耳元に聞こえた。ひどいでしょう。うわあ、ごめんなさい。すいません。何枚だぶ。わあ、俺は目を閉じて必死に謝った。あんなもの見て笑ってはいけない。死者を冒涜すのは恥じべきこと、なんてことをしてしまったんだ。影はじっとこっちを見据えている。目は閉じてても気配でわかる。気がついたら朝になってた。わあ神様ありがとう。もう二度とあんなバカなことはしません。この後、このことは思い出すと偏頭痛になったり、異常な吐き気を覚えたり、しばらく俺を悩ませたが、それもそのうちなくなり、この話も自分自身の中で風化していった。そして3年後。聞きたい？聞きたい。大学生になった俺は、バイトで小学生の塾の講師をやっていた。ところが夏休みになるとこいつらは騒いでばかりで人の話を聞かない。そういう時俺は怖い話で奴らを黙らせた後、授業を始めるのが日課だった。これが効果的面、静かになること、なること。しかし手持ちの話には限りがある。その時この話をふと思い出した。聞きたいか。今日のは怖いぞ。先生が高校生の頃な飛行機事故が。怖い。ひえー、怖いよなー。受けた、受けた。それから一週間。おはよう。おはようございます。なんだみんな元気ないなー。今日は怖い話は、いいのか？うんもういい。なんだ、ごめん悪かったよ。そんなに怖かったか、この間の話？あのね、先生もう怖い話やめて。あらー、こりゃ、やりすぎたか。先生、あのね、うん、なんだ。あたし、話を聞いた夜にね、うん、先生と同時、夢見たよ。え？同じ夢って。同時夢。男の人ひどいでしょあったよ。おい、おい冗談だろ？なんであんな話をしたの？おかげで、みんな。みんな？その時俺は気づいた。塾だから十数人のクラスなのだがみんな撮影にも見た目で俺を睨んでいることを。みんな見ちゃったじゃない。黒焦げ毛の男。これは本当の話です。それからこの話はお蔵入りにしました。こうやって人に話すのも久しぶりですねー。これは聞いた人は見るって言うんだけど、読んだ人はどうかなー見たら教えてね。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？ビジネスホテルにて。163。流れを気にせず10日、
つまらない話なんで適当に読んでくださいな。2年前、当時付き合ってた彼女と俺の友人の家に泊まりに行った。夜中までアホな話で盛り上がり、酒も入っていたせいもあって気づいたら3人とも寝てしまっていた。夜中にふと、目を覚まし隣を見たら彼女が真っ暗な部屋の中の一角を凝視している。どうしたの？って聞いたら、見られてる。って？俺も多少霊感はある方だったけど彼女は結構見える人みたいで、その時も何もない空間を凝視したまま固まってて、俺も目を凝らして彼女が見てる空間を見るけど何もいない。その頃には俺は、感じる。程度だったし、その時も実際見えなかったので俺は、霊感なんてなくなったんだろうなぁと。まあ、変に怖いものを見たくもないし彼女に。残念だけどお前が見てる空間には俺には何も見えないし、気にせずに寝よう。って言ったの。そしたら彼女。あそこにはいないよ。って。私は、そいつと目があったから怖くて目をそらしてるだけで、まだそこにいる。って震えながら指さすの。テレビ棚と本棚の隙間を。で、恐る恐る見たのさ、その隙間を。隙間にはすっごい妖精の女が包丁持ってこっちを睨んでた。758。先日、親戚のおじさんにこんな話を聞きました。10年ほど前のことです。夏休みに遊びに来ていたおじさんは、ある日、当時8歳だった僕にせがまれて、車で少し遠くの森へ虫捕りに連れて行ったそうです。高い木々とその枝で覆われた、その大きな森の中は、昼間でもう薄暗く、そして静かでした。おじさんと僕は、3時間ほどその森で虫を探しましたが、百足やクモがいるばかりで、目当てにしていたクワガタなどの虫は一匹も見つかりませんでした。途中で他の虫取りに来ていた親子とも何組かと出くわしましたが、どの区も収穫はほとんどないようでした。僕たちはかなり森の奥の方まで行ったのですが、結局何も捕まえられないまま日が陰ってきてしまい、北道を引き返すことにしました。759。その帰り道のことでした。おじさんが歩きがてら森の景色を眺めていると、木々の間に一つ、人影が見えました。距離があってよく見えなかったらしいのですが、その人影は白い服を着た少女風で、木陰からじっと、こちらを見つめていたそうです。おじさんはしばらくの間、その人影に目を奪われてしまって、気がつくと前を歩いていたはずの僕の姿がなかったそうです。おじさんは必死で僕を探しましたが見当たらず、森の中はだんだんと闇に沈んでいきました。不意に子供のうめき声が聞こえて、その方へ走ると、僕が地面に仰向けになって、ああ、と凍りついた表情でうなっていたそうです。おじさんは驚いて僕に駆け寄りましたが、同時に何かの気配を感じてあたりを見回しました。すると無数の人影が、木陰からこちらを凝視しているのです。その顔には正気はなく、皆ぐちくちに何かをつぶやいているようで、口元がパクパクと、ろくに上がった魚のように動いていました。おじさんはぞっとして、僕を背負うと森の外に向かって全力で駆け出しました。おじさんに背負われている間、僕はずっとごめんなさいと、泣きながら何かに謝っていたそうです。760。無我夢中でおじさんは走り、気がつくと森の外でした。もう日はどっぷりと沈んでいて、街灯が頼りなく暗闇の中で灯っていました。人工の光の下にいると、なんだか森の中の出来事が嘘のように思えましたが、耳を澄ませると、森の闇から大勢の人間のささやきが木々のざわめきと共に聞こえてきたそうです。おじさんにこの話を聞いた時にはもう、僕にその日の記憶はほとんどありませんでした。ただ、虫を追い、木々の間をすり抜けていった先の水たまりに、
無数の黒揚げ葉が群がっていた光景だけは、今でも鮮明に脳裏に焼き付いています。オツでした。767。この話は実話です。私自身も体験したのですが、当時は何も気づきませんでした。霊などは出ません。長い割に怖くないかもしれません。それは、まだ私が幼い頃です。記憶は曖昧なのですが、確か妹がまだ赤子だったので、私は、小学生の低学年だったと思います。当時妹はひどい小児喘息で、診察と常備薬を処方してもらうため、車で1時間ほどかかる遠方の病院に通っていました。私は、病気でもないのに、よくそれについていきました。なぜなら幼い頃はたとえ病院だろうと遠くに行くだけで楽しかったですし、それに道で外食をすることがあったのです。一方手間がかかる私を連れて行くのを母は嫌がり、家にいなさいと言っていました。私は、それでも無理を言って病院についていきました。病院では、私は、いつも妹が診察を受ける間病院内をうろうろと歩いておりました。いつものように広い病院を探検する気持ちで歩いていると、いきなり院内服を着た知らないおばあさんから話しかけられました。僕、アメール、そのおばあさんは真っ白な白髪まばらに残る黒髪が印象的で体格は小柄、それにひどく痩せていました。顔色も悪くて不健康そうに見えました。思い詰めたように暗くて疲れ切ったような表情に見えます。何より私を見る目が怖かったのを覚えています。おばあさんは、自分はここに入院しているのだと言いました。前からよく病院内を歩く私を見て話しかけたかったのだそうです。寂しいから友達になってほしいと言いました。私は、おばあさんを怖いと思ったので嫌だと思い、黙って首を横に振り、母の元に逃げました。768。おばあさんがそろそろと私の後をついてくるのがわかりました。私は、妹を抱く母を見つけると、泣きながら駆け寄り、おばあさんを指さしながら変なおばあさんがついてくると言いました。おばあさんは、いつの間にか僕のハンカチを持っていて、落としましたよと言いました。母は、すいませんと謝りハンカチを受け取ると、私には失礼なことを言うなと叱りつけました。おばあさんは、いいんですよ、と母に近寄りそこで驚いたように口を開けると涙を流し始めました。おばあさんは母を見て言いました。娘にそっくり、おばあさんには10年以上昔。母にそっくりな娘がいたそうで、その娘さんを病気で亡くされてたそうなのです。母は、そんなおばあさんをかわいそうな顔で見ておりました。それからおばあさんは、母と妹が病院に行く曜日には入り口で待つようになりました。そうして妹と僕にお菓子や玩具をくれるのです。死んだ娘と一緒にいるようだと喜ぶおばあさんを母は断れないようでした。いつの時間に行っても入り口にいるおばあさんが気味悪くなり、私は、病院へはついていかないようになりました。そうして何ヶ月か経った頃でしょうか、母の方から私に病院についてこない?と誘うようになりました。私は、不思議に思いながらも、帰りに美味しいものをご馳走してくれるかもと思い了承しました。病院に着き、妹の診察が済んで母と受付を待っているとき、今日はおばあさんはいないんだ、もう退院したのかもしれない思っていると背後から声がしました。見つけた。振り返ると例のおばあさんが笑って立っていました。母の顔は引きつっています。おばあさんは院内服ではなく、私服を着ていました。まるまる。母、ちゃん。最近月曜日に見ないから寂しかったのよ。通院する曜日帰るなら教えてよ。おばあさんは、私を見て笑いました。
久しぶりね、まるまるくん。今日はおばさんがご飯に連れてあげるね。769。断る母を強引に解き伏せて、おばあさんは私たちを近くのファミレスに連れて行きました。食事の間おばあさんはずっと笑っていました。おばあさんと母の会話が変な会話をしていたのを覚えています。二つあるんだからいいじゃないの。いい加減にしてください。いいじゃないの。警察を呼びますよ。じゃあこれを読んで。おばあさんは母に封筒を渡しました。その日の帰りの車は、いつもとは違う道を走ったのを覚えています。それと、車の中で母が変な質問をしてきたことも。わい、妹、ちゃんを可愛いと思う？うん。あなたはお兄ちゃんなんだから、何かあったらわいちゃんを守らないといけないよ。うん。来週からわいちゃんと一緒に病院に来てそばから離れたらいけないよ。うん、当時はなぜ母がそんなことを言うのかわかりませんでした。それから毎回病院でおばあさんと私たちは会いましたが、ある日を境に急に見なくなりました。それから10年以上経ち、母にそういえばあのおばあさんどうしてるんだろうね、と尋ね、帰ってきた答えに私は、震えました。あの人は多分亡くなったよ。それに、おばあさんじゃなくて私と同じ歳なの。770。私は、驚きました。当時の母は30歳代ですが、おばあさんはどう見ても60歳は言ってるように見えたのです。母から聞いた話はこうです。退院してからもいつも病院で会うおばさんを不思議に思い、母は、知り合いの看護師におばあさんはそんなに悪い病気なのかと尋ねたそうです。おばさんは病気ではなく、自殺未遂で入院していたというのです。娘が亡くなったショックで自殺未遂をしたおばあさんの外見はみるみる老けていき、亡くなった娘というのは、まだ赤ちゃんだったそうです。それなら母と似ているはずがありません。そういえばおばあさんが母に向かって娘にそっくりだと言ったとき、妹が母に抱かれていたことを思い出しました。おばあさんは妹に向けて言っていたのです。最初は優しかったおばあさんは次第に母に妹を譲るよう懇願してきたらしいのです。もちろん母は断りました。妹をさらわれるとおばあさんが怖くなった母は、私を見張り役として病院に付き添わせてたそうです。そして封筒の中の手紙を見せてくれました。短い文でした。近く娘のところに行きます。あなたのせいです。ずっと恨みます。終わり。772。寒気がした。怖い。775。怖いなぁ。907。これは体験談というか簡単だから興味があったら実際やってみてほしい。お買いただから幽霊信じてる人が多いかもしれないが、信じてない人にこそやってみてほしい。幽霊を感じる方法。まず布団に入り、手だけを外に出す。で、握手しましょう。とかそんな感じのことを考える。そこに誰か寂しがってる幽霊がいることを想像してみる。私が友達になります。でも、恋人になります。でもいい。そこにいる。何か、に語りかけてみる。多分、特に幽霊を信じてない人なんかは、バカバカしく感じるだろう。そう感じながらでもいいから、手を出したまま。ともかく幽霊の存在を想像しながら語りかけ続けてみてほしい。あるタイミングでふっと背筋が冷たくなる。で、バカバカしいと感じていたのに急に怖くなってくる。それがちょうど幽霊が来てる時だ。そしたらすぐ、心の準備ができてません。とか、やっぱり怖いから帰ってください。とか、言って幽霊を返してあげないといけない。本当に握手するとこまで行ったら、多分疲れる。
幽霊でもいい、人恋しくて仕方ない。そんな風に思った一人の男が考案した方法。923。それって下手すりゃお疲れ様だよね。無責任な書き込みは止めた方がいいと思う。シャレにもならんわ。925。何なのかは知らないが元ネタはチェンメらしい。多分何の根拠もないぞ。それでも俺は、怖いからやってないが。小学生の頃幼馴染と近くの空き地で宝物探しをして遊んでいた。変わった石や、ドキマガイのものはたくさんあったがあまり気に入るものもなく。撤収を考え始めた時幼馴染が聞きとしながら近寄ってきた。なーに？これ、この箱。群青色に口かけた箱を持ってきた。なんだか札っぽいのがやたらめったら貼られていたので、捨てろと促したが幼馴染は気に入ってしまい、異常に喜んで家に持って帰った。次の日遊びに誘うため幼馴染が住む団地を訪れたが、あの後高熱を発して寝込んでいるそうな。すまんねえ、仕方なく諦めたが、その後一週間遊べなかった。幼馴染が元気になったので久しぶりに会った日、あの箱はどうしたの？捨てた？と尋ねると、一昨日捨てた。捨てたら治った、という。でも気になるから最後に中身見たいから一緒に見ようよというので空き地に向かって箱を発見。ポン字やら何やら殴り書きされた何枚もの札をビビりながら剥がし蓋を開け中身を見た。見たこともないモノクロの俺たちの写真が入ってました。27。これは今から十数年前、自分がまだ小学生か中学生くらいの頃の話ですが。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますがマンションやビルの4から6階というのは、いわゆる幽霊話が多い様でして、自分の住んでいたマンションもちょうど6階でした。もともと購入する時点で他の部屋より少々お安かったようですが、当時はかなりの人気物件だったそうです。小さい一室ながら子供部屋や書斎、リビングなどに細かく分けてこの6階の部屋で両親と妹で暮らしていたのですが、ある時書斎に置いてある椅子、よくある回転ソファのようなものです。お妹がくるくると回して遊んでいました。才の離れた妹でしたし、倒れればなかなの重さのある代物ですので心配になり声をかけました。するとなぜか真後ろから、何？と妹の声がしたのです。ひょっとして後ろを向くと妹が不思議そうにこの方を見ています。見間違いか特徴しながら書斎に目をやると、椅子だけがくるくると回り続けていました。正直なところ、オカルトや怖い話の類は大好きでしたが見間違いや、気のせいということでその場は無理に自分を納得させることにしました。それから数日後の夜でした。一人洗面所で歯を磨いているとタタタタッと洗面所横の廊下を何かが駆け抜けていきました。慌てて洗面所からそれが駆け抜けていった先を見ましたが玄関のドアがあるばかり。しかし自分には髪を振り乱して走り抜ける子供の姿がちらと横目に見えたような気がします。今ではやはり見間違いでも白昼夢でもなかったような気がします。あの日の妹の服装はワンピース、その子が着ていたのは、モンペだったのですから。もう姿を見ることはなくなりましたが実は今でも時々小さな足音が聞こえます。それがあの子なのか別の子なのかは自分にはわかりません。あのマンション引っ越したんですけどね。何かついてきちゃったのは確かみたいです。稚拙な長文失礼いたしました。73。座敷わらしじゃね。76。座敷わらしって人についてくんのかな。座敷わらしなら良い話だが、もしモンペってのがもっとやばいのだったら。怖いな。32。二十数年前、バブル真っ最中で銀行はどんどん回収見込みのないところにまで貸し付けをやっていた。
銀行を真似てマリンバンクや農協も組合員に簡単に貸していたんだ。あるよ、養鶏の貸し付けはめちゃくちゃひどかった。1000万円の評価期待の土地を担保に2年間で計3000万円を貸りたいという人がいた。なぜ、そんな貸し付けができたのかというと、組合の会長が入院中で代理の B が決裁を下してたらしい。詳しくは知らないが、A のようにどう考えても絶対に貸りられるはずのない大金が数人の組合員に貸し付けられた。で、数年後、金を借りた人の親戚のもとに督促状が何通も届くようになった。そのほとんどが高校はおろか、中学もろくに行っていなかったような老人なんだ。督促状には大金を借りた組合員の保証人と書いてあった。ローンも組めない年金暮らしのお年寄りを狙って、組合員、会長代理の B らが仕掛けた詐欺だった。田舎じゃ、玄関の鍵なんかかけないから勝手に家に入って老人の実印と印鑑証明を持ち出したんだ。その上、土地の権利書も持ち出し、勝手に抵当に入れてたから親戚中が大騒動。そんなのが何件も出てきたんだけど、マリンバンクは、借金は借金だから何とかして払え、借金をした本人は、困った親戚を助けるのは当たり前、と開き直る。被害者は子供や孫に叱られ、ショックで死んだり、首をくくったり、家を取られ、住むところをなくし出ていった老人もいた。33。それからすぐに会長代理の B が突然の原因不明の病気で病死。組合理事 C の妻が病死し、息子夫婦が破産し離婚。組合理事 B は多額の借金を残し妻子を捨てて夜逃げ。A は心臓病で倒れた。これが一月以内に立て続けに起こったんだ。A が倒れる前に A の妻が何人もの老人が A の家の周りをぐるぐる回っているのを目撃していた。こいつは、どうする？こいつも騙された口やでなぁ。取らんでもいいが？そやけど、懲らしめんとなぁ。そうや、懲らしめんとあかん。後になってわかったが、A は借入金期待3000万のうち、500万を B、C、D にピンハネされていたそうだ。今、A は生きてはいる。生きてはいるが、いつも耳元で、年寄りから騙し取った金で飯食うとるんか？夜中、沖で船が止まったらそら怖いでいい仲間が来るでなぁ。そんな声がしょっちゅう聞こえて夜も眠れないそうだ。なぜ、自分がこれを知っているかというと、A は自分の親戚で亡くなった老人も身内なんだ。権利書、実印、印鑑証明などを取られたのだから訴えればよかったと思うのだが、親が言うには身内から逮捕者を出したくないと思ったんだろうとのことだった。霊感の強い母曰く、A の肩には嫌な笑顔の3人の老人ともがき苦しむ B がしがみついているのだそうだ。A はニトログリセリンを首からぶら下げているのだが、その瓶を3人の老人が指で弾いて遊んでいるという。多分、今度発作が起きたらニトロを口にすることなく苦しみながら行くのであろう。ケイちゃん、母の名前、因果応報なんよ。仕方ないことよなぁ、老人の一人が母にそう語ったそうだ。終わり。36、オツでした。どんな形であれ、悪事に加担した人間には罰が当たるもんですね。83、とても怖い体験をしました。晩飯にエビの天ぷら食ったら、右の下顎にガッツンって、門のすっごい激痛が走ったんだ。慌てて口の中のものをぶーって吐き出したら、真っ赤だった。なかなか痛みが収まらなくって、しばらく頭抱えてもだえて、お茶とか飲んで、だいぶ落ち着いたんで、そーっと奥歯を下でさすってみたら、昔治療した虫歯の詰め物がなくなってて、穴の中に硬くて薄い、プラスチックみたいなものが突き刺さってた。エビ天の尻尾の破片だった。
死ぬほど痛い。舌でつついても取れないし、お茶で口ゆすいでも取れないし。ほっぺをすぼめて、チュッチュってやっても出てこない。俺どうしよう、まだ刺さってる。85、先を焼いたピンセット駆け抜きで破片を取る。30度くらいの綺麗な水でゆすぐ。取れても取れなくても明日すぐ歯医者へ。105、幼少の出来事を思い出したので透過してみた。長文になるがすまそ。小さい頃から柔道をやっていたのだがそこで起きた話。セリフはもっとなまっていたのだが、そこは勘弁。その道場では毎年12月の初め頃に、鏡焼き、をやっていた。夕方6時から夜の10時くらいまで道場がぜんざいやおせちを振る舞うのだ。もっとも、今では、鏡焼き、と称した大人たちの飲み会だったのではないかと思っているが、大人たちが飲み食いしている間、子供たちは外を駆け回ったり、持ち寄ったゲームやカードで遊ぶのが常だった。ある年のこと、小学校の中学年だったと記憶している。僕ら悪ガキは年下の連中を脅かそうと暗闇での軽泥を企画した。その中でも仕切りたがりの A が提案し、自ら仕掛けをするという。親分肌とは到底言えない彼だったが、いたずら、という響きに負けた全員、僕を含め6人、がそれに賛同した。当日、完全に暗くなる8時頃を待って僕らは軽泥を決行した。暗い中での軽泥は難航した。お互いに相手の顔が見えず、警察か泥棒かの判断がつかないのだ。とりあえず、会うなり捕まえられることになるはず。隠れる必要はないし、適当に逃げ回ったら解放。警察の本拠地に踏み込み仲間を逃すこと。するふりをして捕まっとって、これが A からの指示だった。彼は成績も良く、運動もそこそこできた。まさにその状態になって初めて彼の状況推測を侮っていたと思い知った。下級生たちはすぐに終わったことに僕たちを馬鹿にしたが、これからが本番だなどとは言えないのでぐっと答えた。この隙をついて A が皆を解放した。裏の記念館に段差があるじゃん。逃げている間に A は作戦の内容を続けた。俺は、近所だから知っとるけど、その下やぶになっとる。あとは田んぼ、で、今日確認したら段差に竹の柵。みたいなものがあって囲いがしてあったけん、その外から足を掴んですぐ隠れればバレん。意外と考えているらしい A に感心しながらも、思っていたより子供じみていることに僕は、げんなりした。だが、下級生にバカにされたこともあり、諦めることはプライドが許さなかった。阿弥陀で隠れる場所を決め、僕たちはそれぞれの持ち場に着いた。僕の担当は墓の真横だったが、家のそばに墓がある身としては怖くもなかった。107、僕の持ち場は比較的本拠地から近い位置にあるため来る人数が多く、危うく見つかりそうになったがなんとか見つからずに済んだ。A が、秘密の仕掛けもした、というので期待してもいた。それが何なのかはその時明かされていなかった。隠れている間、柵の向こう側の木につかまって様子を伺っていたのだが、ふと手に何かからみつく感覚がありポケットからペンライトを取り出して手を照らした。手には長い髪が数足から舞っており途端にぞくりとした。今にして思えば、捕まっていた場所は下の方でどう考えてもおかしいのだが、天然だった僕は、これが仕掛けだと思ってしまった。結果は大成功だった。もっとも、ヤブの枯れ草に引っかかれたことを除けば、だが、下級生たちの甲高い悲鳴と、なぜか乾いた破裂音があちこちから聞こえてきた。そして、ことの顛末が明かされる。108。なあ、大成功だったろ。皆がそれぞれ肯定の意を示すと。あのクラッカーボール、
数が数出したかかったんだよ。え？途端に寒気が蘇ってきた。他に仕掛けあったの？いや、そこまで気が回らんかった。ずんと腹に重いものが落ちた気がした。じゃあ、さっきの髪は、この後僕は、沈んだ気持ちを隠し、明るく振る舞った。だが、その後もここでガラスに映る獅子がバラバラの女や、閉じた鏡の隙間から伸びるトンパ色の腕を見ることがあった。それで僕の隠れた霊感が目覚めてしまったのか、他の場所でもいろいろなものを見る羽目になる。110。面白い。120。去年の正月の話。短くまとめるつもりがかなりの長文になってしまったので暇な人だけ読んでいただければと思います。俺は、二十歳くらいから都心で生活しているのだが、正月は暇なので実家に帰る。改めて東京は地方出身者の集まりなんだな、と感じるほど正月は道路もガラガラ。なので正月は車で15分もあれば実家に帰ることができる。俺は、片親で実家には親父しかいない。この親父がまたやんちゃというか豪快というか、過去正月にお互い酔っ払って、鼻骨骨折、前歯欠損レベルの喧嘩をよくしていた。さすがに最近はお互い大人になって殴り合いになるようなことはなくなったが。121。少々話がそれたが、そんな親子関係なんだ。地元の友達みたいな。当然親父も俺も二人で正月を過ごすってのはなんだか照れくさいもんで、毎年親戚の家で鍋なんかをつつきながら、酒飲んでバカ話してるのが毎年恒例。親戚は親父の弟、つまりおじ、お嫁さん、つまりおば、そこの娘、いとこだね、などなどみな明るい性格で楽しく過ごさせてもらってる。ちなみにおじ、おばはいわゆる霊感体質ってやつで何度か巻き込まれたことがある。それはまた別の機会に。その年帰省した時、俺は、デジタル一眼を持っていた。キムクが CM やってるやつね。なんでかっていうと年末の俺の誕生日、毎年友人や後輩や先輩、仲間のみなが誕生日会を開催してくれるんだ。その時なんとなく欲しいなぁ、と思っていたそのデジタル一眼を先輩がプレゼントしてくれた。タイムリーですごい嬉しくて実家でみなの写真を撮ろう、と思ってさ。122。家計はみんな大酒飲み。鍋食べながらどんどん酔っ払っていった。親父は俺のカメラを取り上げ、パシャパシャ撮って楽しんでいた。先輩からもらったもんだからいたずらすんなよ。と忠告した俺がバカだった。そんなこと言われるとうちの親父は燃える。たけし軍団とたけしのようになってしまう。案の定、鍋にレンズの蓋を入れて煮込み出したり、わざと落下させたりしだした。最初は俺も笑っていたがどんどんエスカレートしていく愚行に、酒の入った俺も怒り出してきた。次ふざけたことやったら怒るぞ、と忠告した記憶がある。いつもこんなやりとりなんで周りは笑ってる。普段酒飲んでも変わらない俺なんだが、日本酒だけは鬼門。そのため日本酒は、正月のみ、と、決めている。今思ったが、だから親父と喧嘩になるんだな。相変わらず親父は悪ふざけ、ついに俺が切れた。いい加減にしろよこの野郎。って殴り合いで始まってしまった。止めに入るおば。うるせえよこの野郎。って具合でもう止めることはできなかった。123。さすがにこの年で殴り合いってのも寒いので、俺は、その場で帰ることにした。飲酒運転はできないので代行を探そうと思ったがそれすら面倒くさく、カード会社に連絡をして最寄りのホテル手配を頼んだ。しかし、いつも宿泊しているホテルは満室。すぐ他のホテルを手配してもらった。
結局隣町のホテルでタクシーで5000円くらいの距離、タクシーも手配してもらった。そんな俺を見て親父も、てめえ偉くなったもんだなこの野郎。てなもんで一触即発だったんだ。おばは、お正月から親子喧嘩なんてやめてよ。ちゃん、俺、我慢して、と。懇願されたが、うるせえよこら、と完全にやからモードに突入していた、おばさんごめん。タクシーが迎えに来て引き止めるおばさんを振り払いタクシーに乗り込んだ。宿泊先のホテル情報はタクシー運転手さんに伝わっており、俺は、カメラをふきふきしながら、後部座席でムカムカしていた。だいぶ酔っていたので柔らかい足回りのタクシーはことのほか酔った。ホテル到着後、さっさと部屋に通してもらった。ここのホテル満室だったのだが無理を言って、予備の部屋のようであった。部屋は細長く狭い。ドアを開けてすぐ左手にシャワー&トイレ、その先左手にシングルベッド。右手には鏡。突き当たりに窓、といったレイアウト。入った瞬間気持ち悪かったが正月ということもあり変わりのホテルはない。何にせよムカついていたし、馬鹿らしかったし、疲れていたので速攻ベッドで横になった。124。思ったより酔っていたようですぐに睡魔が襲ってきた。と、同時に耳鳴り&金縛り。来たか、と思ったがそんなに慌てなかった。金縛りは2種類あると勝手に思い込んでいるのだが、大概は身体の疲れから来るものだと、経験上知っていた。それ以外の説明しがたい金縛りもあるが、その金縛りの最中、足元に誰かがいた。人数はわからない。ただ、俺の足元で俺の足を踏まないように、足踏みしているか、歩いているかわからないが、ベッドがぐん、ぐん、とくぼむ。怒りモードの俺は、うるせえよ。どっか行けよ。と怒鳴りつけた。するとそれはピタッと止まり俺は、眠りについた。それから数時間経過しただろうか。はっと目が覚めた、が身体が動かない。またもやぐん、ぐん、と足元がくぼむ、絶対足踏みしてると確信した。声にならない声で、しつけいよこら、なんなんだよてめえは、としかとして寝た。部屋が異様に寒かったのを覚えている。さらに数時間後、また目が覚めた、今度はありえないくらい激しく足元が揺れていた。さすがにやばいかこれ?と思った瞬間、知らないおっさん。寒え?作業着?が。とじなりのような声を上げて、四つん這いでせり上がってきた。その声はどんどん大きくなりほとんど正常位のような状態になり、俺の耳元に近づいてきたときは、うおーわー。ってな大きな声になっていた。かなりビビったが、何度も眠りを邪魔された怒りの方が大きくて、うるせえよ。って、感じで跳ね起きた。おっさんは壁に消えた。時計を見たら3時30分過ぎだった。125、速攻フロントに電話をした。帰るからタクシー呼んでください。時間も時間だからフロントの人も原始があって、何かありましたか?と尋ねてきたが、後で話します、と伝えて電話を切った。怖かったが、寝汗がすごかったのでシャワーを浴びることに、怖いのでドア開けたまま、目も開けたまま、そそくさと退室準備をしながらおばさんに電話。一部始終を伝えながら荷物の整理。4時を回ったのかな。外が若干明るくなってきた。その時、ベッドの左横の壁に異変を感じた。四角い跡が3つある。全部違う大きさ。最初は絵画の跡かな?と思ったが位置が低すぎる。触るとその部分だけ壁が薄い。直感的にこれだ。
と思った。怖いのでおばさんと通話しながら。おばさん、多分これだ。変な跡がある。今からカメラで写真撮るから後で見てくれ。とドキドキしていた。おばさんは、そんなこと怖いから早く帰ってきなさいよ。と進言してくれたが、俺は、カメラを構え撮影準備に入った。冷静だったと思う。が、何度シャッターを押してもカメラが反応しない。心霊番組なんかでよくあるあれだ。急に怖くなってフロントまでダッシュ。フロントのお姉さんに事情を説明。奥から年配の男性スタッフも出てきて事情を説明。冗談で、すみません、部屋に携帯忘れたので取りに行ってもらえませんか？とお願いすると。女性スタッフは、いやー、とプロ失格の反応だったので笑った。126。タクシーに乗り込み、運転手さんと昨日からのあらましをお話した。5000円くらいの距離を埋めるには最適だと思ったし、興奮していたから。そこで運転手さんが鋭い一言。お客さん、それ昨日親父さんが壊しちゃったんじゃないですか？それはあり得る。ってことでバッグからカメラを取り出し運転手さんの後頭部を撮影。一発で降りるシャッター。まばゆいフラッシュ。二人、あれからネットであのホテルのことを調べた。心霊スポットとして名前が挙がっていた。もう宿泊することはないだろう。あのおっさんは誰なんだろう。大した盛り上がりもなく、長文お付き合いありがとうございました。131、126。怖かった。しかしあなたは男前でかっこよかった。やはり強気で対抗しないといけないな。面白いお父さんと仲良くね。うちの親父と取り替えてほしいよ。166。母方の人間が皆見る夢があります。何時代だか判然とはしないのだが、貴族が着るような服。戦国無双の今川が着ているような服。を。身にまとった男女が小さい橋の上で抱き合い泣いている夢。悲痛なおえつを漏らしていて、抱き合ってるだけ。母の弟三人がこの夢を見ています。近所に住むおじが酒の席で漏らしたんだが、その女性が枕元に立っていたそうです。167。それはおじがまだ元気で、働き盛りの20代前半の話。夏が終わりかけている時期、暑いのか涼しいのか中途半端な時期の夜にその女は現れたらしいです。夜中にふと目が覚めたおじは、異様な空気に驚き、起きようと思ったが体が動かない。虫の声も聞こえず、全くの無音。生暖かく、ねっとりとしてずーんと重い空気。目だけは動かせたので、嫌な汗をかきながらも、冷静に状況を把握しようとあたりを見渡した。右、何もない。左、何もない。下、何もない。上、足があった。この着物、見覚えがあるな。ああ、夢で見た泣いてる男女の女の方が着ていた服だ。貴族？ずる、ずる、ずるっと音を立て。着物の裾を引きずりながらその女がゆっくりとした動作で動き出し、おじを通り過ぎると同時に闇に消えていき、おじは金縛りから解放された。女に遭遇したおじは翌年ベイチェット病。だったかな？にかかり、仕事も恋人もなくし、国から金をもらって生活をするようになってしまいました。おじの下、次男は事故を起こし、逃亡中。三尾は最近腎臓だか膵臓だかに奇形が見つかり、痛みのため働けなくなりました。で、うちのおかん。やはり病弱で、月の半分は寝込んでます。おかんのおかん、俺の祖母は真冬の新潟デパートの帰りに豪雪の中倒れ、死にました。
この泣いてる男女は何なんですか？何か関係あるんですか？170。妙なリアルさがあって怖いな。ご先祖様が何か悪いことしてたのか？というかどうか、本当に士官だな。 www.256。研修医時代のことです。病院の一般当直をしていると、いろんな患者さんが来ますが、公立系の病院だと、そんな中案の定というのか多いのが、メンヘラとドキュン。世間というものを教えてくれました。もうお腹いっぱいですけどね。特にシャレにならなかったのが、リスカ事件。受付で、私は不安で不安で死んじゃいそうなの。とヒステリーを起こしている若い女性。彼女は有名な救急外来。しか、受診しないメンヘラさんで、両派優しく話を30分も聞けば便秘薬だけでおとなしく帰ってくれるのですが、あいにくこちらも本当に重症で緊急手術になりそうな人を見ていたので、当たり前ですが順番を待っていてもらいました。それが甘かった。突然待合で上がる悲鳴と怒号。257。慌てて見に行くと、手首からだらだら血を流すお姉さんと、泡を吹いて意識をなくした子供、泣き叫ぶ子供、悲鳴を上げるお母さんに怒号を上げるおじいさん、手首を切ればさっさと見てもらえると思ったお姉さん。なぜかその場でカバンから包丁を取り出して首をバッサリ。あろうことか、待合で熱を出してうなされている子供を連れてきた親子連れの前を選んで、小学校低学年くらいだったでしょうか。上のしんどかった子の片歯本当に失神してしまい、その子についてきた兄弟たちは大パニック。しかも悪乗りした、としか思えない。お姉さんの抱きつき攻撃で、血まみれに。まさしく阿鼻叫喚の状態でした。すぐ駆けつけた救急部の市長、いわゆる看護婦長さんね、と、ベテラン医師が、お前らは普通に救急やれ、こっちは構うな、と私たちを遠ざけたので、その後は不明ですが、お姉さんにはその後会っていません。彼女はちゃっかりどこかで元気にしてる気がしますが、あの時の親子は今でもとても心配です。こんな感じで、生きてる人間がよっぽど怖い OR シャレにならん、系が多いです。360。聞いた話なんだが気質なラスマン。小学校3年生の時にクラスに二人の女の子 A 子と B 子がいました。二人はとても仲が良く、休み時間はもちろん、学校が終わった後も、毎日一緒に遊んでいました。その日も二人は放課後に遊ぶ約束をし、荷物を置いてくるため、A 子と B 子は一旦お互いの家に戻りました。A 子の家は共働きで、帰っても家には誰もいません。A 子が自分の部屋に、学校の荷物を置いて家を出ようとすると、家の電話が鳴りました。家には A 子しかいないので、出てみると相手は B 子でした。B 子は少し沈黙した後、とても残念そうな様子で、今日は他に用事ができてしまって、遊べなくなったの。ごめんね、また遊ぼうね。B 子との遊ぶ約束がなくなり、A 子ががっかりしていると、どうやら今日は、仕事が早く終わったようで、母親が帰ってきました。なんだか母親の様子がいつもと違うので、何があったのか聞いてみると、母親は帰りに交通事故の現場を見たようなのです。話によると、近くの通りで人が大型トラックに引きずられて亡くなったようで、事故の現場はひどい状態だったようです。次の日学校で、事故に遭ったのが B 子だということを A 子は知ります。361。1ヶ月経っても、まだ A 子は B 子がいなくなったショックから立ち直れず、以前は明るかった A 子は今ではほとんど何も話さなくなり、学校も休みがちになりました。A 子はその日も学校を休んで、家で寝ていました。お昼の1時頃だったでしょうか。
インターホンが鳴りました。両親は仕事に出ており、家には A 子しかいませんでした。A 子は誰とも話したくなく、そのまま寝ているつもりでしたが、最初になり始めてから、10分経ってもしつこく鳴らしてくるため、無視することもできず、仕方なく家の中のモニターから、帰ってもらうよう話すことに。今にあるモニターの電源を入れてみると、映っているのは赤いフードをかぶった子供のようで、しかも随分痩せています。A 子はマイクに向かって誰なのか尋ねました。しかし何の返答もありません。マイクから聞こえてくるのは、まるで喉に痰が絡んだよう息遣いだけ、さすがに怪しいと思い、警察を呼んだ方がいいかなと考えながら、もう一度モニターに目を向けます。そこで気づきました。その子供には両腕がなかったんです。そしてフードだと思っていたものは、よく見ると顎から上がひしゃげた頭。その時玄関のドアが開く音しました。モニターを見てみるとそれは家の中に入ろうとしています。もう A 子は混乱してどうしていいかわかりません。その場にうずくまって、耳を塞ぎました。362。目を覚ますと床に倒れていました。あまりの恐怖で気絶していたようです。部屋の中を見渡しても、特に変わった様子はありませんでした。安心して床にへたり込んでやっと A 子は気づきました。あの子供の着ていた服が、事故の日の B 子のものと全く同じであること。そして、自分の倒れていたすぐ側が、今まで誰かがいたように温かいことに、稚拙な文章で済まない。399。本来、このような書き方は学的に不適切なのではあるが、しかし細部は愚か全体像すらが理解し、兼ねるのであれば、できる限り彼の語った通りに記述しておくのが現状では最良の手段と信じる。彼、患者、は、ここ数年にわたる強度の強迫性障害の治療のために、私のところへ来た、明白な字。各症状は、えへへと含むような笑い声と、ずるずると何かが、近づいてくるものを徒手象徴とするもう、想的恐怖である。そのために、ここ数年転居と転院を数えきれないほど繰り返しているのだという。それらを述べた後で、彼自ら、転院とみなしている出来事について語ってくれた。それは、増改築を繰り返した挙句放棄された、いわゆる肺や土屋だった。山裾を、あたかも肺登る、ような構えの豪勢な屋敷だそうだ。彼がお年寄りたちから聞いた限りでは、非常に古く、おそらくは、近くとも、戦国時代の頃からあった建物だそうだから、あるいはもともと領主の館だったのかもしれない。そんなお屋敷や土屋も、戦後はろくに客も取らず、やがては自然廃業のような形になって、最後は当主、人だけがひっそりと住んでいたのだが、さては戦争で彼だけが生き残り気力を喪失したものか。数年前、その当主が息を引き取ったらしき噂が誰からともなく流れた。しかし、人嫌いな当主は近所の支援を拒み続け、またそんな広い屋敷を、人出入りできるはずもなく、すでに幽霊屋敷も同然のありさま。だったので、噂を確かめようとする者は誰もいなかった。そこで、いずれは役所の人が来てこう言うとな。るだろう前に、その噂の確認の意味も込めて、A、とその友人、B、および、C、が、夕方にこっそり入って、見よう、ということになったのである。なぜ夕方かというと、まあ若気の至りというやつでいわゆる肝試しをしたかったことと、ご当主が健在な、ら、その頃にいれば、いずれつく明かりでそれがわかるだろう、と考えたとのことである。3、人は、B、の運転する自動車で門の前まで行き、そこからこっそりと忍び込んだ、ところがどうした拍子か、複雑な作りの屋敷内を行き来するうちに、
いつの間にか、C の姿が見えなくなっていたという。400。それまでは、もし健在なら人嫌いな投手のことだから激怒して追い出すだろうから、とできる限り子、そり静かに探検していたのだが、もう日も落ち始めたからにはそうもいかず、残る。に、人は大声で、C の、名を呼びながらさらに屋内を探し歩いた。そうこうするうちに、非常に長い縁側の一方の端に行き当たった。すでに外は暗く、夕暮れの光でかろうじ、手物が見える程度なのだが、縁側は途中から雨戸が閉まっているのか、手前側はどうにか見えても奥、向こうの片端っこくで何も見えない。僕と、B、墓を見合わせた。何かやばい、妙な、気配、おあの漆黒の向こうに感じる。B、もう同じ思いらし、く、無言でその闇を見つめたままじっと立ちすくんでいる。と一瞬、僕たちは息を止める。闇の奥で何か、が動いている。えへへと白知事に立ちからのない笑い声とともに、何かがず、ずずっと這い寄ってくる。僕たちがよっとする間もなく、暗く長い縁側の奥の闇から、夕暮れのほの暗い明るみの中に、死が、寝そべるように這い出てくる、満面の笑みでえへへと笑いながら、なんだよ、いたずらかよ。ほっとした僕たちは苦笑いしながら愚痴った。こんなとこじゃシャレになんねえって、ほら、もう帰るからとっととこっち来いって、し、は、相変わらずえへへ笑いながらず、ずずっと這い寄る、僕たちをビビらせたのがよほど嬉しかったのか、よだれさえしたたらす笑顔にはちょっとゾッとしたが、わざと怒った顔で僕たちはそんな、し、おにらみ、つけた。いい加減怒るぞ。とっとと立ってこっち来いって。し、吐きく耳もたずになおほふく全身な姿勢で歩み寄る。さすがにムッとしてつかつか歩み寄ろうとした刹那。それ、が、けん、え、た。絶叫と逃走、無我夢中で気づくと僕らはすでに車の側に戻っていた。呆然と振り返ろうとする僕に、B、ガウン、前席に飛び込みキーを回しつつ怒鳴る。ダメだ、早く乗れ。あいつはもうダメだ。警察に任そう。警察、の言葉に僕は、ようやく勇気づけられ、B、の言葉に従い助手席に飛び乗る。ドアを閉める間申し上げ、に、B、覇者を急発進させた。401。彼らはその足ですぐに警察へ駆け込み、その屋敷で、C が行方不明になったと告げた。警察も、もともとが、屋敷の現状を確認したかったのか、即応して朝まで捜索が展開された。その結果、当主が一室で、おそらく、ハロー水のため死んで布団の中で半身らかしていたのが、発見されたのと、こちらは朝になって分かったこと。だが、縁側から外部へ、何かが這い出ていった痕跡が発見された。C の持ち物のいくつかがその縁側の月、あたりの和室で発見されたが、C 自身の行方は皆目不明だった。この後、結局何を見たのかについて、結構な時間を指紋動画続き、最後に、A、はしぶしぶながらも語ってくれた。お歯黒。そう、お歯黒の歯をむき出しながら、笑顔なのか泣き顔なのか怒り顔なのか、なんとも言いよう。のない表情の、日本髪をゆったわりと年配の女性。それが、C、の両足にしがみついてたんです。それだけでも、怖いのに、その女性、頭と手と肩だけで、他がないんです。ぺったんこの着物が、C、の背後の闇へずっと伸びてるだけで、ずっと、不意に彼は青ざめ震え出した。私が声をかけようとした刹那、ずっと何かを引きずるような音が待合室の方か、らした。私たちが顔を見合わせる間にも、今度はえへへというような笑い声がする。彼はお前のせいだ。というような表情で私を睨むと、驚くほどの身軽さでひらりと窓から逃げ出す。
呆然と見送る私の背後で、なおもず、ずずずっと何かが這い寄る音と、えへいへと不気味な笑い声が診察室のドアへと近づいてくる。さあ、これを書き終えた今、あとは振り向き、ドアをじっと見つめながら、ただ待ち続けるだけだ。423、うちの近所に、似たような状況の家があるので、個人的にシャレにならない。付き合い悪いじいさんが一人で広い一軒家に住んでるが、犬の散歩で夜通るたびに、なんか嫌な感じでなぁ。犬が気にするかしないか、お判断基準に前を通るよ。最近ようやく気がつきました。向かいの家の2階、窓越しに髪が長くて痩せた女がたまに見えます。薄いカーテンで仕切られているので表情まではよく見えないのですが、家の住人が友人を呼んで庭で楽しそうにバーベキューや花火をしている時も暗い部屋の中に一人佇み、それらをじっと睨み続けていました。住人たちは気がつかないどころか今のところほぼ素通りの状態です。父や母は僕には、気にするな、というのですが、あれはどう見ても向かいの家の人間じゃありません。あの長い髪をかき上げる仕草、慢性の鼻炎で鼻をすする癖、手首を手で押さえる癖、上目遣いの鋭い視線、忘れもしない何重にも巻いた額の包帯、頭を殴られるたびに、何度も何度も巻き直した包帯。忘れたことなんてありません。当たり前です。忘れるわけがありません。でもそんなことありえないと思いたかったんです。父も母も僕もあまりに自分勝手に考えすぎていたんです。あれは間違いなく、向かいの家の土居所長男と付き合っていた自殺した僕の姉です。55、切ない、93、長いけど怖いから読んでください。出張だった時に泊まった郊外のビジネスホテルでの話。飯は外で済ませてホテルにチェックイン。深夜の1時を回ったくらいでホテルは静まり返っていた。6階の一番奥の部屋、狭いけど小綺麗なユニットバスで体を流し、疲れていたのでテレビを見るでもなくすぐに寝ようと思い、2時には消灯。はぁ、今日は疲れたなぁ、年取りごとをつぶやいて目を閉じる。うとうとしてきた時にふと、ザぁ、ザぁ、ザぁ、と何かを引っかくような音が聞こえてきた。やたらとはっきりと聞こえる。真っ暗な部屋。見えるしかといえばドアの下の廊下の電気のわずかな光。ドアの下の光に目をやると、人間の手のようなものが床の絨毯を爪を立てて引っかいている。ザァ、ザァ、ザァ、と。しかもその手はドアの外ではなく明らかにドアの内側で動いている。今自分に見えるのは手の影とドアの下のわずかな光。電気のスイッチはドアの横にある。何があるか確かめたいが、怖くて動けない。我慢できなくなりとうとう、誰だ、と叫んだ。すると手はひっかくのをやめ、手も消えた。幽霊。と思ったが、とりあえず電気をつけて状況を確かめたかった。ドアまで走って電気をつける。振り返って部屋を見渡す。窓がいつの間にか開いていて、そこから真っ黒な床まである長髪を引きずりながら何かが飛び降りていった。94、ひー怖い。280、子供の頃、ゲームボーイのピカチュウバージョンを拾って、ラッキーと思ってその場でゲームを始めたら、主人公もライバルもポケモンも名前がすべて、お、か、あ、さ、になっていた。気味が悪くなってその場に戻して帰った。今思い出しても怖い。289、地味に怖いな。トコキペにもトレス。281、全部つなかゆり子にして売ったことならある。302、うちの親が親戚から、もう乗らなくなったからいらない、と不要になった。中古車をもらってきた。年式はそれほど経っていないけれど、
ネズミ色の冴えない車だった。でもうちにはそれまで仕事用のバンしかなかったので、普通の乗用車が来たことが嬉しかった。うちに車が来て、初めて父親が車に乗って試運転に出かけた。すると5分後ぐらいに電話がかかってきて、車をぶつけられた。という、交差点で折り待ちをしていたら後ろの車にコツンと当てられたそうだ。バンパーがちょっとくぼんだだけなので、これはすぐに治った。修理から戻ってきて1週間ぐらいした後、両親が乗って買い物に出た時に、信号待ちで停車中に後ろから軽く追突された。これはバンパーが壊れてしまったためバンパー交換。次は母親がスーパーに行った時に駐車場で停車中、運転席側のドアにゴンとぶつけられ、くぼみができて右ドア交換。その修理から戻ってきて一月経たずに、今度は折り待ちの停車中に。前から来た車に左前ドアあたりに突っ込まれてドア破損。割れたガラスで父親が軽く腕を怪我をした。ドアとフェンダー修理から戻ってきた翌日、父親が取引先に向かう途中、信号待ちで停車中に、右折してきた大型トレーラーがどういうわけか内輪差を間違え、車の前を引っ掛けて停車した、ヘッドライトやら何やら破損。303、もうここまで来ると、すべてもらい事故の上に、あまりに数が多いので家族全員が不気味に感じ、家族会議になった。その場で私がこの車がなぜ不要になったのか父親に聞くと、元の所有者の親戚が、この車に乗って出先で事故に遭った。この車を店の向かいにある駐車場に置いて、道路を渡って店に入ろうとした時に、走ってきた車にはねられて、意識不明の重体になった。という、幸い命は取り留めたけれど後遺症が残るほどで、もう車の運転はできなくなったから不要になったのだと。母親が、何かの寝台割り車なのかねえ。とぽつりとつぶやいた。縁起を担いだり迷信的なことを信じる方ではないのだけれど、確率的に低い事故がこれだけ連続してしまうとこのまま乗る気になれず、中古車屋に売り払うことにした。あの車とヘリを切ってから何年も経つけれど、車をぶつけられたことは一度もない。304おしまい。